多分寝てますから出ない。え、始まりました。始まりました。よいしょ、よいしょ。最初の名前やばいやばい、めっちゃ最初の名前出てる。いきなりいっぱい言われてるね、これ。そうですね、人気だな。ちょっと智也出してっていう。あ、めっちゃ春さんの名前出てる。春さんばっかり。春さんの名前ね、めっちゃ出てる。もうちょっとこっち来ていいよ。ね、ほら、なんかやっぱ出てほしい人言わなきゃね、出さなきゃね。そうですね、言ってもらえるとね。せっかくこう名前出てるんで。よし、じゃあ今日はさ、一番多い人を今度出てもらおう。あ、そうしましょう、そうしましょう。次、次トモヤ出ましょうか。出ます、出ます、します、しちゃいます。出るんすかね。出るのかな。いきなり生電話できないんですか。出ない。いや、わかんないっす。わからない。会長、会長出てきてる。会長、会長がやばい。知らない、知らない、知らない。ほら、トモヤ人気がすごいからね。トモヤさん、すごい。セグレさんもすごい。トモヤファン。会長も出てる。会長も出てますね。はいはい。みんなのね、コメントをちゃんとね、拾ってやろう。あ、でもハルさんめっちゃ言ってますよ。ハルさんやばい。バカしろよ、これ。よし、じゃあまず、キラー、はい、キラーのなんか言っていいよ。初めてやろう。はい、初めて。自己紹介しよう。自己紹介ね。すいません、これあ、これとどんな感じで普通にですか。コメントしとく。うん、コメント普通に。はい、だって初めてでしょ。初めてです。知らない人もいるから。はい、そう、そうです。はじめまして、キラーです。めっちゃ、めっちゃ緊張してます。はい、よろしくお願いします。あー、お願いします。よいしょ、よいしょ、よいしょ。今はなんか、はい、緊張するんだね。めっちゃ緊張しますよ。ガチガチっす。緊張しない人と思ったけどね。ほら、はい、は、八八来てる。八八。八八。八八八八。上がってきたか。上がった。八八多いね。よし。新人。全然飲んでない。全然全然飲んでない。全然飲んでないっす。あるよ。あ、マジっすか。あるよ、あるよ。お酒あるよ。いっちゃう、いっちゃう。あるよ。行きましょうか。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうか。あ、結構いい、結構いい、結構いい、結構入れてよ。余裕ですね。結構入れてよ。オッケー、オッケー、行きましょう。これ俺作ってたただのいじめにしかない。いや、ちょっとしびれた、ちょっとしびれた方がいいかもしれない。行きます。飲んだらね。いただきます。大丈夫になるか。ピンってなんか言ってやれよ。ピンっても入れとこ。え、行っちゃう、行っちゃう、ピンテも行っちゃう。ピンテも入れてこいじゃん。ピンテ行っちゃう。ピンテです。ピンテ、ピンテも、ピンテも、ピンテも。この後支障出るんじゃない、これ、これ。いや、大丈夫です。ピンテ弱いから。ピンテは大丈夫です。ピンテはまだいけるぞ。でもやめろって、やめろって。ピンテはいける。ピンテいけるから。よかったですね、ピンテお客さんできたって来てますよ、ピンテさん。帰ってさ、はい。ありがとうございます。店にさ、言うなよ。何をした飲んだからきついとか言うなよ。あ、言わないです。ガチ説教、ガチ説教。そんなこと言わないから。ガチ説教入ってる。言ったら言うじゃん。言わない。いや、それ、それ、それ。そういうのダメだよ。そういうの良くないからね。そういうの大丈夫。明日からお盆休みなんで、ガンと飲んでいこう。マサヤさんだけには言うから。マサヤさんだけには言うから、もう。これさ、マサヤじゃない。何がさ。これ。HMBV。絶対自分で書いてるっしょ、これマスター。ほら、ほら、ほら、来た。お前コメントするやろ、これ。天の声が来た、天の声。じゃあ乾杯しようか、キラ。オッケーです、乾杯しましょう。乾杯しようか。よし、いただきまーす。いい飲みっぷりですね。もうなくなるけど。いく？あー。入れる？ねえねえ、キーピー、キーピーって何？あ、ケーピー、ケーピーって何？ねえねえ。カピカピ？乾杯。乾杯っていうか、乾杯。わからんもんか。美味しそうだね。でもいいって。いいっすね。いいね、いいっすね。いい感じですね。いい感じですね。じゃあ、気を取り直してもう一回言ってみ。もう一回自己紹介して。マジっすか。出てこいや。出てこいや。出てこいや。それで顎どうなってんの？え、顎。普通です。どういうこと、どういうこと。ケツアゴ、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 ケツアゴ。普通、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 一般人、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 一般人。いっちゃう、いっちゃう、そんなことどうでもいいんだよ。どうでもいいんだよ。よーし、
です。そうですね。これあのなんか今日はあのお盆前の連明日から連休だからこれあるらしいよ。連休明日から初回2時間今日1000円。1000円。ドルチェ&デラックスを見たって言ってくれたら1000円だから。1000円です。もうこれただでもいいかもね。ただでもいいかもしれないですね。連休前の最後の営業日の。そう明日から連休に入っちゃうんですよね。4日間です。4日間。4日間、はい、お休みがあるんです。あ、このあとレインボータウン FM79.2MHz、 まあ我らが相沢光会長の総出総愛神様ナイトやるんでよければ聞いてください。これラジオでやろう。ありがとうございます。毎週日曜日夜10時半から生でやってます。はい、ラジオよっしゃ。光さん生が好きや。生が好き。生が好き。生が好き。そう、生で入れて、よければみんな聞いてください。聞いてください、はい、お願いします。お願いします。そう、はい、そういうことだね、はい、そうですね。いや、それにしてもスマップ解散。スマップ解散。スマップ解散。びっくりしましたね。びっくりしたね。はい、うん、みんなもこれは興味あるんじゃない。僕は、解散しないと思っとったんで、もうね、それからいやもうなんかもう解散しませんって言ってたのが聞いてたんで、ね、ずっとやってたよね。もう LINE ニュース、ね、今年 LINE ニュースすぐめっちゃ上がりましたよね。すごいすごいすごい入ってきたんで、ああ、はい、みんな誰が好きなんだ、ね、解散させたの。俺やで。俺やで。俺やで。内緒じゃないけど言っちゃってるから内緒じゃないけどこれ内緒な。内緒、内緒、わかりました。ここだけの内緒に。内緒、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 内緒。面白いコメントがあるもんですよ。そうですね。そうそう、今年の12月31日で終わりですよね。はい、そうですよ ね、 すね、解散ですよね。誰派？誰派？草薙剛大好き。草薙剛好き、はい、大好きです、ね、あ、いい人だね。ドラマでハマりました。あ、確かにいいですね。これ結構 見たんですけど、ちょっと待ってくださいよ。どうしたの？俺草薙剛結構、いや結構見るんですけど、はいはいはい、別に何のっていうんですか、特にはないです。ああ、そう、草薙剛いいよね。でも俺は好きだな、草薙剛。演技めっちゃうまいですもんね。めっちゃ演技めっちゃうまいですもんね。まあ、影マップってくる、カリナとか共演してたやつとかすごい演技うまかった。何それ、なんかあれ何でしたっけ。誰カリナと共演してるやつです。あー、カリナ誰が、パッて言われたら出てこないよ。あの、何でしたっけ、なんか障害のある方をやってるみたいな役の演じてるやつ。24時間テレビじゃないです、じゃないです。僕と彼女と彼女に、あー、そんな系、そんな系、そんなやつとかですよね。うん、あ、ちょ、なんか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 めっちゃ聞いてたもん。めっちゃ聞いてた。でもドルチェのさ、はい、うちの会長はさ、カルさんさ、木村拓哉似てるって言われてるからね、はい、あー似てます ね、めっちゃ似てる。で、自分もヒカルさんさ、キムタク好きって言ってるからね、はい、結構なんかショックかもしれんね。ショックでしょうね、結構、はい、キムタクかっこいいな。大丈夫だよ。いいです。かっこいいな。酔ってる。大丈夫、大丈夫です。全然大丈夫です。ちょっと酔ってる。お酒強いんでしょ。ちょっとだけ、まあまあかもしれない。お酒あんま強くないです。強くないの。でも酔っ払った方が喋るんで直せようと思って。え、店で全然潰れんやん。そうですね、まあちょっと考えてます、まだちょっとあの酔っ払ってベロベロだったら恥ずかしいんで、ちょっとなっていいんだよ。いいですか。でも聞いて、ピーっていつもこの人のせいで飲まされてベロベロになったらいつも。この人のせいで俺ベロベロになって帰ってるからね。知らないよ、そんな。ファックって思う。ふざけんなよ。すごい。新人の紹介やるのも、スマップ。スマップだけで行こう、今日。スマップだけで行きます。オッケーです。ピンって。丸っこいだろ、家。ピンってちょっと丸くなったね。太ったもんね、お前ね。ピンってスマップで言うと誰が好きなの。僕はやっぱ気持ちが好きから。キムタク好きっすね。キムタクいいよね。どこが？キムタク顔が好きっすね。顔がタイプ。ゲイじゃない、ゲイじゃないけど顔がタイプ。絶対ゲイやろ。違うから、ゲイじゃねえから。お前が言ったらリアル感増すもん。やめよ。じゃあお前どんな女が好きなの？どんな女？ギャルっぽい子好きですね。ギャルっぽい子が好きなの？ギャルっぽい子めっちゃ好き。バリ好き。死ぬほど好き。愛してる。なんでこんなシーンとなった？やめろ。
ちょっと何とかし、いや、キラ何とかし、僕ね、僕何もフォローする。ギャル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 すべ放送事故起こす。オーケーオーケー、放送事故起こす。白いギャルの子がめっちゃ好き。じゃ放送事故とかでも、お前暗い方がいいじゃないですか。何がでもお前黒いの好きやん。黒いの黒いのよりも白いの。黒いの白いのって来てるぜ。白いのが好き。白ギャルのスレンダーの女の子。黒ギャル G カッター。黒ギャル G カッターだ。好き。大きい方がいいの。うん、大きい方がいいの。大きい方がいい。あればあるほど俺は魅力的に感じる。その人は。ちっちゃいとはダメなんや。ピンって嫌われてるって。やったね。やかましいわ。嫌われてなんぼだわ。ちっちゃいのはじゃあダメなんや。ちっちゃいのは俺がこれから大きくする。大きくする。どういうことですか。え、揉んで大きくする。ああ、なるほどね。身長はでかい方がいいの。身長は160あったら嬉しいかなみたいな。それお前と変わらんぐらい身長。そうや。いやでも僕ヒールブーツでまた増すんで、なんとかします。身長でっかい人がいいんだね。でっかい人がいい。ああ、そう、自分より大きくてもいいの。自分より大きくても好き。ああ、なんかなんていうの、自分にないとこ求めたりするもんな。そうそうそう。あ、なんか包まれたい、その大きさで。こっち見て喋る。カメラ向いて喋る。いいかどうかしんけど、包まれたい。カメラ見なんでもいい。カメラ見なんでもいいね。カメラあると緊張しちゃうから俺。カメラ見て話せ。向こうの女の子にアピールせる。アピール、アピール。アピールし。もう無茶ぶり、いきなり俺喋ったから。マス、早めで髪型決まらないので店員と揉めてますって。マサヤさん揉めてます。大きいのが好きね。大きいのが好き。どこメイクすんの。早めどこすんのっていうことですかね、これ。何ミリか的な。あ、違うの。何ミリか的な感じ。そうなの。まさやふっさふさやで。まあふっさふさ。じゃあ連休やん、明日から。連休ですね。何すんの。何するんですか。お盆やしね。まあ、そうですね。そうですね。どこ海とか行くんじゃないの。行きます、行きます。僕はもうポケモンの旅に出ます。ポケモンゴー、ポケモンですか。ポケモンゴー、まさかの。いいね。僕もちょっと行くね。僕もちょっと行こうかなと思います。ほら、みんなどこ行くのって来てるで。広島行ってあのポケモンめっちゃ捕まえようかなと思います。そうそう。結構でも地元に帰る人多いんじゃない。地元帰りません。地元帰っても多分ポケモンやりますからね。あ、でも田舎あんまいないらしいね、あれ。でもなかなか帰れないじゃないですか。帰れないって考えたらもしかしたら出る、なんか。あ、普段帰れないけどね。なんでまあこっちにいないやつが出ればいいかなみたいな。収穫そういうもんなんだ。江ノ島にラプラス出るらしいです。ラプラス出る出る出る。ちょっと行くわ行くわ。結構ね、いろんなところ調べてたらね、江ノ島超暑いらしいからね。ポケモンまだ流行ってんの。いや、全然落ちない。いや、やってる人はだいぶ減ってますよ。減ってますけど、今日ドルチェと一緒やん。減ってますよ。江ノ島で女の子ゲットだぜ。ポケモン熱がめっちゃ減ったんですけど、なんか図鑑全部集めてないのに中途半端にやめるのなんか嫌だから、ね、今日もなんか減ったよねって。ほら減りました減りました。春さんの闇が深いって言ってます。闇が深いって言ってます。ポケモン絶対減ってんじゃないの。減ってますよ、だいぶ減ってますよ。大丈夫です。僕最近やりだしたんで。僕やめました、もう。えやめました。なんでやめたの。あのアップデータ。そう、なんかいろいろあるんだよね。アップデートしたりとか、そういう時になんかデータが消えたりとか、データが飛んだりとか、再入場、再インできなくなったりとかして、やめる人がなんか結構多かった。僕それっす。なるほどね。ほら、データ消えた時一緒やわ。そうっすね。ほら、一緒だって。一緒っす、一緒っす。そうだよねって。そうっす。みんなそれ言ってた。でもデータが残ってるからまだ続けてて、今日、だって10キロぐらい歩きましたもん、卵2つ。うそやろ。ほんとさ。ガチ。めっちゃガチじゃないですか。レベルない、レベルってあんの。レベルあります。何？うわ、レベル24まであるんで。24ってすごいの。データ消えたら最悪。やる気なくなるわ。俺レベルなんだ、俺レベルなんだ。それはやめるわ。ピンって何レベル。俺レベル今、まあ、人としてのレベルぐらいやけど。いや、あのおい、ややかましいぞ。ドルチェで持ってないあのイワークが出たんですよ。みんな持ってないイワークが、ね、レベル13、レベル13。あ、そう、見せてレベル。ほら、カメラレベル13、レベル13。そう、低いんじゃないの。レベル13はぼちぼちです。あ、トサキンと出てきた。人としてのレベルは2。今やってるんですよ。人としてのレベル2やから。トサキンとレベル的な。
ストレスレベル2。もう跳ねるだけしか脳ないやん俺は。どうすんの、技跳ねるしかないよ。跳ねるし終わったらって悪あがきできるじゃないですか。悪あがきできないですか。跳ねるしかできないもん。体当たりもできないじゃん。進行は CP40 CP40 は辛いよ。進行は30ぐらいあるけどね。お前進行多分 CP30 ぐらいあるから多分いける。人としてじゃあ CP10 じゃないですか。もうトレーナーレベルは人として2だけど、めっちゃ言われてる。あ、 CM どうぞ。 CM どうぞ。めっちゃ見てプリンかなってよ。え？プリンかな。プリン、ま、プリンだから俺。丸丸してるから。丸丸。丸丸。またまたな。丸丸。丸丸してハットも被ってんの。してないし。してないし。ああそう。全然してないし。かっこいいねこう見たら。なんか。かっこいいよ。イエー。ピンテ痩せ絶対ピンテのことを知ってる人だよね。これいいですね。痩せた方がいいよ。俺全部コメント拾うから。はい、痩せようというか誰、マサヤさんはコメント言ってる。じゃああのさ、マジでさ、はい、来週出してほしい人いっぱい言ってほしいよね、うんうん、休み明け、はい、休み明けか、はい、そうそうそう、休み明け休み何してたとかいろいろ聞けますからね、その興味がある人も、そうだね、いろいろあるからね。いろいろあります、うん、俺ポケモンだけなんで何も言うことほんとないですよね。ピンテっつってもいいんだけどね。ほらピンテ、ピンテファンが多いよ。ピンテさん、あ、シンさん、シンさん、シンさん、シン決定です。シンさん、おめでとうございます。あ、今日言うの忘れてた。あとダン、あ、ダン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 って誰、ダン、ダン打ったの誰、ほんとに分かんないっす。ダンって、ほんとにダンってもういないよ。シュンさん、あ、シュンさんね、シュンさん、シュンさん、シュンさん、ダンの話しようか。ダンの話、やめましょう、もしっかりして。僕ダンさん誰か分かんないっす。僕知らないネタで、ダンの知らないネタで、ダンさんみたいな。俺地元帰ったらポケモンじゃなくてダンゲットして帰ってくる。ダンレッドブル飲んじゃったんで、どういうこと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 、ダンレッドブル飲んじゃったんで、どういうこと。ハヤト君、見つけたら分かるって。やめてください、あのポケモン集中してるんで。ストーカーってやつ。やばい、あ、つが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 、俺地元帰ってあのダンゲットしてくるから。だからあの CP 高いですよ。意外と多分2000くらいは高いっすよ。あー、インコと一緒だね。インコと一緒だね。ピンテさんとかでも CP 高いんじゃないですか。ピンテは40、あのレベル2の40だよ。 CP40 だから、トレーナーレベル2の CP40 のコイキングだから。だからもう誰と誰とでもこう思う。あ、俺はさ、頑張れ。誰とダンと地元一緒やろ。一緒っすけど、まあ離れてますけど、ね、あ、俺も一緒やからね。離れてますけど、地元大事。コイキング跳ねるしかできないってこと。コイキング跳ねるしかできないってこと。あの、跳ねるしかない。そうです、跳ねるしかない。跳ねることしかできない。コイキングができないじゃん。あ、ポケモンね。跳ねて終わりなし。ポケモンね。あ、最強誰？最強はスグルさんじゃん。スグルさんじゃん。違う違う違う。ポケモンで、あの、最強。いや、今日調べてたんですよ。調べてたら、ミュウツーがかけて出てる人がいて。そう。はい。じゃあやっぱスグルさんはミュウツーなんじゃないですか。スグルさん多分ミュウツーだと思う。ミュウツーレベルだと思う。黙っとけお
あ、今のところはカイリュウかカビゴンだね。カイリュウって強そうだもんね。カイリュウ強そう。ミュウツーって弱そうやん、なんか。いや、ミュウツーめっちゃ強そうなんですよ。捕まえれないですよ。そういうこと言うともう、あーって思われる。いや、思われないです、思われないです。もうクソだと思われる。いや、思われないです。大丈夫です。タカかって言われる。いや、あんまり出てこないんだけど、なんか陰で出てきてる。どうせミュウツーはデマでしょって。いや、出てきてるんですよ、調べてたら。それで、あの、本家一緒やな。ポケモン熱がある人はまだめっちゃもうこう盛り上がってたんですけど、へーっていう人の方が多かったですけどね。まあ、お店の中では、うん、スグル、ほら、スグル見たいんだけどって代表多いですね、やっぱり。ぜひ、だってほら、もうすぐ今度やったっけ、100回。今度100回だからね、ドルチャンデラックス。ああ、そうなんですか。これは出てもらいましょうよ。そうしましょう、出てもらいましょう。カイリュウよりカビゴンの方がなんか好き、俺は。もうみんなポケモン飽きてる。そう、飽きてるんだよ。まだ始めたばっかだから遅いみたいになっちゃうからね。そう、高見さん呼んでほしい。高見さん、高見会長。高見会長来たら俺らすごい喋れない、喋れない、喋れない、喋れない。もう一人でここに座ってるだけみたいな。でも100回はね、ちょっとちゃんとしたいよね。これ会長出たことあるんですか。え、ヒカルさん。はい、あるよ。え、あるんすか。100回は会長と代表と、最初だけ、最初だけ。もう出なくなっちゃった。出なくなった。会長と代表と。そうね、そうだね。100回記念は会長と代表と友谷さんと翔さんとかね。幹部で、幹部のすごい人たち呼んでね。幹部で VIP すぎる。すごいっすね、それは。ほら、すぐる100回って。あ、すぐる100回。すぐる100回。すぐる100回で、裸で乱入。裸で、まさやさんが裸で乱入ね。乱入ね、だってかっこいいわ、それは。それすごいですよね、裸で求めてる人がいるってすごいですよね、裸を求めてる人。でもこの前、夏目さん会った時、裸で乱入しそうだなって警備員からものすごく怒られてる。な、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 腕めっちゃ引っ張られて、裏に行ったとかめっちゃ積極になってる。な、黒人の、なんか外国いや、めっちゃ怖いですよね、ブルースリーの状態とか。めっちゃ怖かった、めっちゃ怖かったから。で、その後マスヤ、今日ダメや。今日はもういけんわ。スーッと戻ってきたかなと思ったら、そーっと洋服着てたから、真面目に。でもちょっと若干また脱いで行こうと、もう行こうとしてましたからちょっと落ち込んでたけど。やばい。それ考えたら去年の夏目さんマジ奇跡的にすごかったなと思う。すごいですね、あれ。今年よりも去年そんな緩かった。いやいや、あの多分ね、今年もまさやさんのあの踊りを期待してる人は多分いたと思う。あ、去年だってめっちゃ盛り上がったもん。マジですか。雑誌に堂々と載ってたからね、裸でかっこよすぎる。それはそのくらい盛り上がってたから。それはかっこよすぎる。めっちゃ見たいですね。やばいよ、それは。それはマジかっこいい。でもキラ、ドルチ入ってどうなの。どう、やっとちょっと慣れ始めてきたかなって感じですね。従業員の名前全部覚えた。はい、それはもう、はい、名前あったと思います。完璧、完璧、はい、あー、よかった。はい、入店して、どれぐらい入店して、でも一月まだ経ってないぐらいですかね。あ、一月経ってないの。はい、ですね。俺3ヶ月かかったよ、全員の名前覚える、ね、本当ですか。今より多かったんで、しかも。あ、多かったじゃないですか。多分まだ、未だに多分覚えられてないと思う。ベンデさん、あの、辞めたり入ってくるのが激しい頃だったもんね。そうですね、はい、そうですね。今もう辞める人もいなくなったから、ダンはいない。ダンもいたもんね。ダンはいたよ。ダンもいた。え、僕らは知らないですよ。知らないですよ。ダンはもういない。ダンのネタはもういいよ。本当に。100回記念でもしかしたらスペシャルゲスト来るかもしれない。ダン来るかもしれない。めっちゃやばいっすね。来るかもしれないから、もしかしたら。途中からね、参戦してくるかもしれないから。あれみたいな。裸で来るかもしれない。来ちゃったって言って。え、これ何？あ、暖かいはいる、いたけど、寒いはいないの。カンはいないの。カンちゃん。え、これ名前変わるってことですかね、僕。違う、違う、違う。今日から君はカンですか。今日から君はカンだ。カンですか。カンさんで行こう、カンさん。カンさん。カンさん。マジでここで本当にダンが来ちゃったらびっくりするけどね。ちょっとビンテの名前も考えて、考えて。マジですか、マジですか。ここでみんないい名前もらう。ビンテの名前もちょうだい、ビンテの名前も。お前はいい。解明しよう、解明。どういう名前がいいかね。そうですよ。ビンテがカニになればいい。あ、お前寒いからね。寒いからね。あの、いいと思うよ。存在自体がね、滑ってるからね、もう。何これ何これ
え、本当に改名しちゃいます？いや、いいやん、いいやん。名前なんかね、はい、いいやん。いいっすね、なんか。あ、じゃあ、名字考えてもらいましょう。あ、名字考えてもらう。キラに合う名字を。キラホンダ。ホンダ。早いな。ポンタ、ポンタ。ポンタ、ポンタ。ホンダとだ、ポンタ。ポンタ。ポンタ。ポンタ、ポンタキラにする。何ですか。高みで行こうはダメやん。いや、それはダメやん。それはもう、そういうわけで過ぎません。高みキラにしよう。高みキラにしよう。高みキラにしよう。高みはダメやん。キラ、かっこいい。いや、かっこいいけど、かっこいいけど、いいな。もう、出くわせとらんないっすよ、そんなもん。この人面白いぞ。高み。これ冷静に突っ込んでたけどね。そうですね。高みはダメやろって普通に言ってた。さっきからね、このコメントしてるとね、結構面白いんだよね。これ来た、やばい。もう見られたらね。ちょっと改めて、見られたら怒られるから、そろそろやめます。でもやっぱ、でもリスペクトはしてるから。まあ、リスペクトしてる。してるから、グループ団で入ってるから。ね、やっぱり。じゃあ、相沢にする。マジっすか？相沢はダメよ。相沢、それも。相沢が遊ぶなって。相沢で遊ぶなよ。やめろ。おい、俺巻き込むの、巻き込むの。俺じゃない、俺じゃない。分かった、じゃあ会長で遊び、キリキリにしよう。いやいや、それもそれもそれもやめです。人と被ったらおもろくないやん。そうだね。じゃあもう上田にしよう。上田普通、それはダメ。上田キラにしよう。わ、ほらほらほら、ほら、名前使ってます。使ってますって。チンス、チンス、やばい。ほら、それ言えばやばい。チンス、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 チッスチッス、軽すぎるやん。やばいよ、もうチッス、やばいっすよ、収まんないっすよ。じゃあもういいよ、高見キラにしよう。もうやっちゃいますね。漢字変えてね。高見水で、高見水、高見水で、高見水でいいよ、高見水で。やべえ。ちょっとこれ100回前になくなるかもしれない。あいつら下ろせみたいな。そういうのやめろ。下ろされるかもしれない。すいませんでした。絶対誰かしら見てるからね。謝ろう。すいませんでした。チュッス。チュッス。チュッス。解散しませんみたいな感じになりました。誰か一回謝って。パリピで上げてくれ。飲んでなくないとかやばくないですか。本当。飲んだからね。まあちょっと飲んだらね。だいぶ明日から4連休だから、もう俺らパッパラパラだからさ。チッス、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 チッこの番組はドランのスポンサーの提供でお送りしました。